アゼガミフミキは、日本の編集者、記者、コラムニスト。現在は取材で得た量子コンピュータ関連の人脈と知識を活かすべく、量子計算コンサルタントとして活動中。長野県山の内町出身。長野県須坂高等学校卒業。中央大学理工学部物理学科卒業。金融系のシステムエンジニアを経て、雑誌編集者になる。 株式会社メディアセレクトの創業メンバーの一人、月刊 IT セレクトの創刊編集長となる。米エジの日本法人、エジジャパンに移り、月刊 e ガブを創刊、創刊編集長となる。月刊 CIO マガジン編集長、時代、2013年5月に、エジジャパンが解散したことにより、株式会社、BCN に移籍。 ディレクターやデスクを経て、2015年2月に、週刊、BCN の10代目編集長に就任。2017年12月末まで務めた。落語芸術協会の新ち、春風亭昇の,の進む師匠と進行があり、通風亭プリンの名で小話を披露することもある。趣味はマラソン。セミに詳しい、セミのセミプロとして、公演では、冬でも構わず、セミネタを交えて、 IT のトレンドを紹介している。また量子コンピュータを講演のテーマにすることが多く、鉄板ネタのセミを量子コンピュータのアニーリングで出てくる、巡回セールスマン問題に絡め、巡回セミマン問題として活用している。著書、電子自治体の例と、バツ走る編集長として、趣味レベルながら、年に数回のマラソンをこなす。気持ちは、 いつも3時間切りだが、未だ達成できていない。100キロマラソンには、柴又 100K に、毎年参加し、完走している。また、IT ベンダーが、スポンサーのマラソン大会で、参加依頼を受けることも。PCA が特別協賛の別府を置いた毎日、マラソンに2016年から毎年参加。シュナイダーエレクトリックが、メインスポンサーのパリマラソンには2016年に参加。 感想した。ちなみに、高校時代は、地学部の幽霊部員、アスリートではない。ありがとうございます。